来るかな。監視しといてね。していいよ。
見つかったみたいだよ。
教えてみなよ。聞いてあげる。じゃあ、これはどういう意味？それくらい知ってるよ。嘘だけど。お手並み拝見ってな。こっち見すぎじゃない？早くしてくれない？こっち来るかな？監視しといてね。
いはい、敵だよ。気をつけな。うわ、なんなのあの魔物の群れ。さすがに見過ごせないな。殲滅しよう。大丈夫、先生がいるんだもん。すぐ終わるよ。はいはい、敵だよ。気をつけな。していいよ。
塵も残さずお掃除完了っと。魔物ってゾンビと違って臭くないし、まだ良心的だよね。ま、匂いなんて感じる前に先生がぶっ飛ばしてくれたけど。また湧いたか。はいはい、敵だよ、気をつけな。本当にこのまま乗り込むおつもりです？もうちょっと何か作戦を立てませんこと？何事も気楽にが私のモットーなの。それより黒幕って誰？私の知ってるやつ？いくら他人に興味のないあなたでも、あの男はご存知のはずですわ。その通りだ。ん？ようやく来たな。待ちくたびれたぞ。革命の時だ、姫。我が野望は10年前からすでに始まっていた。嘘だろ？そんな、お前はまさか。モブキャラ？え？え？え？じゃないよ。なんなんだ、なんなんだよもう。もったいぶって出てきたと思ったら。生きてきた中で一番びっくりしたよ。容量削減？エコロジー？一人一人が未来のことを考えてんの？いや、ちょっと待たれよ。ほら、この顔、あの時の傷、生まれる前から薄く右目。知るが！あー、くそ、ちょっと期待してたのに。まあいいや。ところでモブキャラのあんた、いいの？後ろ来てるよゾンビ。
うがー！なあ、まだ聞こえてる？制裁のレリック持ってるんだろ？返してくれるなら助けてやっても。知らないのかよ。いや、そんなことより制裁のレリックごと飲み込みやがった。あの時の悪液のさなぎの影響か。とにかくあいつゾンビのくせに破壊衝動以外の生存本能がある。こんな状態のアモーがとんでもないことになりますわ。ああ、ついでにここ一帯のゾンビ総統もな。こいつらを逃がさなきゃ。でもこの方たちはあなたを裏切った者たちです。助ける義理なんか。うん、先生のなでなで嫌いじゃない。あのさ、私はこれから世界を征服しようとしてるんだよ。そんなやつに善悪を問うの？私は私がしたいと思ったことをする。自分の利益にしか興味ないんだ。わかる？安心しな。ちゃんとあのデカブツにもきついお気を据えてやる。ちょっとやりたいこともあるしね。
先生、ちゃんと見てた？よしよし、ここ拠点な。よしよし、ここ拠点な。いただき。よしよし、ここ拠点な。よしよし、ここ拠点な。よしよし、ここ拠点な。へん、ほいっと、ほいっと、ほいっと、へん、や、ほいっと。
先生、ちゃんと見てた？天候、風向き、私のテンション、揃ったな。よし、行くぞ。やは選挙完了。先生、やしていいよ。
よし、綺麗にはなってないけど片付いたな。うぅ、血の海。後始末が大変だ。ゾンビってもっと乾燥してたらいいのに。お前ら、もう出てきて大丈夫だよ。ベロニカ様、我らは。ああ、もうそういう目で見るのやめろ。別に取って食いやしないって。まずそうだし。当然カエルにしなくて偉い？ふふん、魔力がもったいないからね。はあ、分かったよ。ちゃんと言葉にすればいいんでしょ。あのさ、お前らちっちゃいんだよ。揃いも揃ってアリンコよりちっちゃい。こんな狭いところで、あたしらが争ってどうするの？国一個掌握して、それで満足か？え、これでも分かりづらいって？めんどいなあ、もう。毎日毎日同じでしょ？何もかも大体想像通りでさ。夜寝たら朝が来て、最悪のパターンよりマシだったり、もっと最悪だったり。私はさ、夜寝てまた夜が来てもいいと思うんだよね。だから私がそういう常識をぶっ壊してやる。思いっきり夢を見せてやる。破壊と創造の夢だよ。楽しそうだろ？これで分かんなかったらもういいよ。理解したならここの後片付けを始めろ。私と先生が帰ってくるまでに綺麗になっていなかったら、その時はカエルにするから。おい、マグニカ、マグニカ。お前はここでこいつらと一緒に飛び散った腹綿のお片付けだ。え？私は一緒に連れて行ってくださいませんの？お前だいぶ魔力使ってるだろ。後で思いっきり好機使ってやるから。了解いたしました。塵すら残らず掃除してやりますわ。で先生、さっき言ったやりたいことってやつだけど、ちょっと恥ずかしいな。しゃがんでくれる？教えてくださいまし。
さいな。お前には後で教えてやるって。あのね、あのタイラントのでっかい頭蓋骨で私の城を作ったらかっこよくない？先生ならそう言ってくれると思った。魔王っぽくて最高でしょ。安心して、先生には2番目に見晴らしのいい部屋作ってあげるよ。というわけで、私は今から先生と世界征服の準備を始めてくるから。心にもまた憧れるのですわ。え？さーて始めようか、世界征服。姫君に世界を、我らに夜を、姫君に世界を。ああもうそういうのいいって、恥ずかしいから黙ってやれ。ん？なんだよマグニカ、変な顔して。ガオガオガオ。ほら、先生のことは悪く言うなって言ってるだろ。制裁のレリック取り上げるぞ。家に帰るか。ガオ！まあね、先生には幹部として残ってほしかったんだけどな。でもあの化け物に挑めると思ったらちょっとワクワクしない？ガウ？ガウ？そう？ま、先生が邪魔しに来ることはないと思うよ。そうならないようには気をつけるつもり。いいさ、私もよく分かってないからあんま聞かないで。そんじゃ行くよマグニカ。
僕は